山梨県立美信高等学校は山梨県南駒郡美信町を梅平に所在する公立の高等学校。校訓は出日合憲、五女五条。校歌は作詞、北原白州、作曲、山田工作。その他、家庭科や定時制も置かれていたが短期間で廃止されている。2016年現在、以下の部が活動している。野球部。 陸上競技部、サッカー部、柔道部、剣道部、弓道部、カヌー部、男子ソフトボール部、バレーボール部、バスケットボール部、ソフトテニス部なぎなた同好会美術部、演劇部吹奏楽部、家庭クラブアマチュア無線呼び出し符号 JR1、ZHR が存在した。遠距離通学者のための学生寮として、再備寮が存在する。 もともとはクラブハウスとして竣行したが、利用者の減少や校門付近に文化創造館が整備されたことにより、閉鎖状態であった。2007年に通学区域等による関する規則が廃止され、これまで美濃部町、南部町、早川町、市川三里町の一部に限られていた通学圏が山梨県全域に開放された。これを機に、 学生寮設置を求める声が出て、同窓会の寄付により、再備寮を学生寮として整備した。山梨県の県立高校で学生寮があるのは同校のみである。なお、入寮できるのは男子のみとなっている。2年次の12月に沖縄県へ3泊4日の修学旅行が行われている。1990年代半ばまでは、京都、大阪を回っており、 1995年には、阪神・淡路大震災から半年後の神戸へ行き、体験学習も行っている。2013年、山梨県教育委員会は、近隣の中学校と連携しての中高一貫教育を導入する高校の候補を、みのぶ高校に絞り込んだ。連携先は近隣にあるみのぶ町立みのぶ中学校、及び、 旧学区内にある南部町立南部中学校であり、山梨県立高等学校の第一号として正式に決定。2019年度より、美濃部高等に中学校は連携型中高一貫教育校となった。山梨県では少子化による県立高校統合が進められており、京南地区でも山梨県立市川高等学校、山梨県立京南高等学校、 山梨県立マス保証業高等学校の他3校と統合し、新設校を設置する構想が持ち上がっていた。しかし、美濃部高校 OB からの反発が強く、また、市川高校周辺に校舎建設が検討されると、旧美濃部町域や南部町域、早川町域からの通学が困難になること、南部町域の場合は特に市川高校のある、旧市川大門町より、 静岡県富士宮市の方が距離が近く、高校進学者の臨検流出に拍車がかかることが予想された。さらに先日の通り美信では総合学会の移行や中高一貫教育に向けた準備など、他参考とは別の取り組みが行われていることから、山梨県教育委員会は美信校の存続及び他参考による統合更新説を決定した。 30名が上限だが、県内志願者を含めて、定員未達の場合は、上限以上に合格者を出せる。食物栄養、保育に関する科目は総合学科の福祉健康科目群で選択できる。この様子は1995年11月2日、放送の畜誌哲也ニュース23で特集されている。中高一貫。 県立初は、美濃部教南の二中学と連携県教委方針。県立初、中高一貫教育スタート。山梨県広報。2020年5月18日閲覧。新設校2020年度開校へ、教南三校統合学年定員280人。ありがとうございます。